はい、どうもです。えー、買い物大好き、おエじでございまーす。えー、相変わらずね、節約生活の方は続けておりまして、まあ普段はね、質素な食生活、まあおにぎりとか食べて生活をね、してるわけなんですけども、まあおにぎりと野菜ジュースか、うん。 ま、時折ね、鶏胸肉を挟んだりして、胸肉はまあ安かったりするんでね、まあ、そういうところでね、ちょっとマッスルボディをね、えー、目指して頑張っておりますけども、今日はね、久しぶりにちょっと購入してきました。と言ってもね、まあ、自分のものもあるけど、ちょっとね、会社の人にあげたいものもあるので、そういったところも含めて、えー、購入してきたので、紹介していこうと思います。一応ね、あの、ドラックスワードかポイントが溜まってたから、使えるポイントはね、最近はちょっと使うようにしています。 まずこれね。クリニカ。歯間。歯間のフロス。なんだっけ名前が。高強度フロス。歯の汚れをね、取るやつね。これ正直ちょっと高いのよ。これ18本入りで298円。いつもはね、もうちょっと遠いところの、それがでもね、いくらか覚えてないんだよな。これよりいっぱい入ってるやつなのよ。で、 前に計算したら、そっちの方がね、若干ね、あの、1本あたりの金額が安かったような気がしてたから、まあそこで買ってたんですけど、まあ今回交通費と時間の方も節約してね、近場の方で29%で18本入りのこれを買いました。こういうやつってさ、安いやつもあるんだけど、やっぱり何回か買ったことあるの、いろんな安いやつ。でも、この刃の汚れを取るさ、 フロスのこの糸のこ糸部分あるでしょあれがさ、細くてさ、ほぼほぼ取れないんですよね。まあ取れないことはないんだけど、やっぱりこっちのね、クリニカをちょっとね、段違いなのよ。うん。これの方が汚れがしっかり取れるんでね。まあ、ここでケチって歯医者に行かないといけなくなったら意味がないんで、うん。これはちょっといいのを買いました。でちょっとね、迷ってたんだけどね、目薬も買ったわ。これは188円かな。一応税抜きで言ってます。うん。 毎年ね、冬頃はやっぱり乾燥するんで、目がね、こうゴロゴロしたりとかするのね。うん。で、今年はね、まあ、ちょっと気にはなってたんだけど、そこまでひどくなかったんだけど、こう最近ちょっとね、うん、やっぱりなんか、ゴロゴロしてきてたから、やっぱりちょっと買ったわ。うん。まあ安いやつね、とりあえずそういったところが治ればいいなと思って。うん。 この時期なんでね、クールとこのオレンジの、これはクールじゃないやつなんだけど、ビタ40ね。うん。これを買ってきたわ。これ一応さ、あの、賞味期限じゃないわ。消費期限みたいなの書いてあるんだけど、これがさ、なかなか使い切らないからさ、ちょっと残った状態で、いつも置いて、そのうちね、あの、なくなっちゃったりとか、なんか、 中に変な水が溜まったりしてさ、嫌だからさ、途中で全部使い切るってことがあんまりないんだけど、まあでもやっぱり買っとかないとなぁと思って、うん。やっぱりね、生きていく、生活していく上でね、ある程度は快適に過ごしたいなってことで、これもね、ちょっと考えてたんだけど、買いました。はい。ゆかり、98円。 おにぎりはね、もう基本ゆかりを、ゆかりを入れて、ゆかりおにぎりを作ってます。うん。美味しいんでね。うん。はい。で、これね、久しぶりなんですけど。も、ま、う、あ、私が好きな幸せ届けるクリームパンのコーヒーのやつね。まあ20%引きだったんで購入してきました。うん。なんかね、まあ安かったし、久しぶりに食べたいなと思って。これはもうちょっと贅沢品ですけどもね。 でも税込み127円から20%引きなんで、うん、まあ、100円切るぐらいだから、まあ、いいかなと。うん、勝手に自己完結ですけども。で、これはね、会社のパートさんにあげるチョコフレーク、日清。えっ、ー、と、どこだっけ森永のね、チョコフレークはもう終了しちゃったんでね。うん、まあ、でもこれ美味しいんだけどね、普通にね、日清のチョコフレーク。これ78円。で、これもね、あのー、お姉さんにあげるやつね。 森永のさ、ま、マリーあのビスケットのやつか。うん。バターガレットさんっこれ美味しそうだったんでね。ちょっと買ってみました。100周年なんだね。うん。はい。これが198円だったかな。で、ちょこちょこ登場する。スコーン。仮作濃密エビ。これやっぱりね、人気あるのかもしんないわ。だいたいスコーンってさ、新しく出たやつって。 期間限定でなくなるんだけど、これ割と長い月日残ってる。これとほぼほぼ同時期に出てきたベジタブルのやつがあったんだけど、それも美味しかったのよ。でもそれはないからね。うん。これやっぱりちょっと人気なのかもしんない。68円。で、これ私の。うん。もうお菓子もね、ほぼほぼ食べなくなっちゃったな。うん。食べたいんだけどね。うん。食べたいんだけど食べなくなっちゃった。 えー、黒胡椒が好きなんでね黒胡椒ってことでこれもね68円か78円ぐらいうんまあちま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 食べていこうかなと思って、うん、これちょっとおいしそうだったんで購入してきましたそしてこれ私大好きなカップ焼きそばの一つなんだけど札幌市場の塩カルビ味だいたいこれ、まあ、スーパーとかドラッグストアでいくと128円ぐらいから158円とかそのぐらいで手に入るものなんだけど えー、私いつも買う時98円で買ってたのね、うん、今ももう値上がりとかもしてるからさそもちろんその値段で見つかるってことがほぼほぼないんだけど今日行ったドラッグストアね98円だったからね1個だけ買ってきたこれ美味しいんだよなこれ大好きなんです多分これも久しぶりだったと思ううんまあねすごいお腹減ってる時におにぎり1個とこれとかでね、うん、ちょっと贅沢にね食べようと思ってます、まあ、100円で贅沢っていうか分かんないけどね 同じくね、ごつ盛りの油そば。これ結構美味しいのよ。で、ボリュームもあるから、うん、美味しい上にボリューミーってことで。で、これもね、98円だったのね。これもね、一時なくなってたんだけど、また出てきたんでね、ちょっと買ってきました。うん、やっぱり具材はちょっとね、キャベツとかしか入ってないから、ボリューム、そういった具材的なボリュームはね、ちょっと弱いんですけど。でもお味結構美味しいんでね、98円の1一個だけ購入してきました。 でこれカッパエビセン日本を楽しむカッパエビせんですよ、うん。これ私の。お値段98円ぐらいかな。まあ、最近カッパエビせもちょっと値上がりしてるからさ。うん、まあ、安い方なんだけど。淡路島玉ねぎのかき揚げ味。淡路の玉ねぎは甘くて美味しいっていうからね。 私、玉ねぎ嫌いっていうのはね、私の動画見てくれてる方はわかると思うんですけども、逆に玉ねぎ味のお菓子が好きっていうのをね、コアなファンなら知ってるんじゃないかと思います。まあ、玉ねぎタ太郎だとかね、オニオンリングとか、まあ、玉ねぎ風味の味のお菓子はなぜかね、好きなんですよね。うん。今回これ初めてだったんでね、で玉ねぎのかき揚げ味、玉ねぎの甘さがして美味しいのかなと思ったんで購入してきました。これもね、ちょっと楽しみです。 うん。これもちま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 食べようと思います。はい。幸君。幸君安かったわ。198円2袋で。うん。だからこれもね、えー、お弁当、ソーセージおにぎりとか作ろうかな <laughs> と思ってさ。うん。あとはまあ自分のね、今日だから今日はね、晩ご飯これを食べる。うん。1袋これ食べようかな。うん。あとご飯食べようかなと思ってる。 はい。で、クラフトボスのね、えー、まったり深いミルクコーヒー。これもね、揚げるやつ。うん。まあ、最近はさっきも言ったけど、さっき言ったかなまあ、仕事の,の飲み物はお水にしてるんでね、あんまりこれコーヒー買わないんだけど。うん。まあ、これはあげるやつですね。で、これ私のやつ。炭酸もね、ちょっと控えてるのよ。うん。やっぱり一本あたり100円超えてくるんでね、ちょっと贅沢なんで。ただこのさ、えー、キュンとするイチゴカルピスソーダ。うん。 おいしそうだなと思ってつい買っちゃったわ。これも78円ぐらいで、そこまでね、高いやつではないんですけど、これはもうじゅ自分のやつです。で、アルプスの天然水が1本9、88円で一番安かったんでね、1本だけちょっと購入してきました。まあ今仕事中も飲むから、割と水がね、結構頻繁に出ちゃうんですけど、ケースで買うときはなるべく安いの買いたいと思ってるんで、で、 えー、とりあえずねつなぎで買う時は1本あたりでちょっと買ったりするんですけどで最後これですよはい私大好きだね大きなハム卵出ましたよこれうんどうしても食べたかったうんだこれは今日のお昼ご飯これ一個で済まそうかなと思ってうんそういうことでございます ってことで買い物品は以上かな。うん。今日は金額的にはそこそこ行ってるんですけど、やはりね、ポイントだとか、クーポン券なんかもちょっと使ったんでね、比較的安く購入できたんではないかなと思っております。今後もね、引き続き、えー、節約していこうと思いますけども、よろしくお願いします。それではまた。バイバイ。